毎週水曜のこの時間は、松邸翔野さんによります TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに。おはようございます。風水市の松邸翔野でございます。今日は、珍しい鑑定をご紹介いたします。まずは洋宅山陽、洋託産業。もともとは、近年、中国の中医師が、 がん患者の家数百件のデータと古文書の中の文献が一致しているのを発見したことから研究が始まりました。この部屋の人だけがよく眠れない家、この部屋の人だけイライラしている家、この部屋で勉強している受験生の効率が上がらない家、などがはっきりとわかります。このような特徴が出ている家は、ぜひとも洋託産用、 とご要命いただきたいと思います。次に、お引越し鑑定。ある日時の、ある移動方位は、運気的に最悪の作用を引き起こすことが分かっています。これは統計学です。引っ越し鑑定では、日時、プラス方位、プラス引っ越し先の候補となる物件の、ベーシックな吉祥を8件まで調べます。次は、原空六法。 これはお店に使うことが多いのですがエリアの地図からパワースポットを特定し現状このエリアにおいてどれだけの顧客を引き寄せることができているのか東京やニューヨークで流行っているお店のほとんどがこのパワースポット引き寄せ法の理にかなっていることから逆算して対策を考えます次はキモントンコこれは 三国志の諸葛孔明が用いたことで知られる秘策で、ある日時にある方位への移動を繰り返していただくことによって願望への道を開く方法です。が、お忙しい方にはあまりお勧めできません。最後に、願望実現の釘牛ち法。これは短時間に叶えたい具体的な願望がある方。 来月の受験に受かりたいとか、とにかく金運を授かりたいとか、私の知り合いの先生は、テレビの放送でこの戦術を使い、かんこ鳥の居酒屋を満員にし、彼女いない歴全人生の男をお見合いパーティーで人気ナンバーワンにのし上げました。それを私が実行します。 すべての鑑定サービスについてはライトハウス4月1日号をご覧くださいお時間でございますではまた来週シショョーンテノさんでしたドラゴンゴッドお問い合わせは3107871891まで